うちの場合は、まあ、場所柄ここ東京の、まあ、台東区浅草の近くで、まあ、やってるんですけども、私の父も実は革製品ではないんですけど、バッグ、ビニール製 PVC 系のバッグを作る職人というか工場をやってまして、まあ、当然目の前でそういうのを見てきてるんですから、自宅で作ってるのを見てた経験があるのと、作る方が楽しいな、楽しいんじゃないかなっていうふうに思い始めたのが約30年ぐらい前ぐらいですか。それから、まあ、バッグ製造に携わって、決してそのスピードをその要求するんではなくて、品質の均一化と、それと、まあ、繊細さという部分を、ね、中心に考えてやってます。でうちのトップの職人がもう今60半ば過ぎてますけども、もう50年近くこの業種というか職人としてやってきた人間で、まあ、当人は何も意識はしてないんですけども、他の方からも日本でも屈指の職人でありますから、繊細に、日本ならではっていうことから言うと、繊細にチェックしながら繊細な部分の作り方をして、まあ、高度な技術と長年の熟練した感覚でいいものを作っていく、いけることがやっぱり日本の特徴だと思いますけど。量産で一番まず気をつけなきゃいけないのが、どんなに綺麗で可愛い素敵なバッグでも強度が保てなかったら、バッグとしての機能がまず成り立てないということになりますので、バッグになってしまうとわからない部分の、例えばこういう裏地に1枚もう1枚補強のものを貼ってあったり、多分このバッグに大体まあ、3キロから4キロぐらいのものまで入れたらどういうそのシルエットになってしまうかっていうのを想定しながら、固形物の荷物が入ると当然重心がここにかかってくる。そうするとよく街で見かけるんですけども、バッグを持ってる人を見るとここが少したわんじゃって、まあ要するにこの持ち手が逆に吊り上がってるような状態になったりしてます。でそれをうちは防止するために、ここのラインとここの底のライン、要するに全ての荷重がそこに、要するに中心としてそこにかかるようにして、シルエットが崩れないように、そういう形をしたりとかですね、やっぱりまずは第一はその強度、ファッション性が豊かなんだけども非常に品質と素材がいいと、素材が非常にもっと 高級な素材使っているダブル形もあるので、使い込んでいくと非常にその表情が変わっていくようなね、そういうバッグまでやってますから、こんなにいろんなものを、悪い意味で言ったら要求される素晴らしいブランドっていうのは、ないんじゃないかと、作る方から言うと非常に困難な部分も出てきます。でもそれに対応できること、本当にいいもの、長く持てるもの、愛されるもの、そしてファッション性が豊かな、これを同時に作れるようになってきて、共存してこれからもやっていければ、もっともっとうち自体、工房自体も成長するだろうし、もっともっとこちらからも、ね、魅力のある金融を提供できるようになるんじゃないかなというふうに思います。